西遊記 VS インド神話、人気者の2匹のお猿さん孫悟空とハヌマーンの共通点は。さて、西遊記といえば三蔵法師ご一行が天竺まで行く旅路ですね。もちろんスタートしました、はい着きましたではありません。到着するまでに数々の苦難があり、それをお供の孫悟空、猪八戒、沙悟浄といったメンツが退けるアクションシーンも魅力。その中でも八面六臂の活躍をするのがご存知孫悟空なのですが、ここでちょっとだけそんな孫悟空とインド神話に出てくる神様とのつながりをご紹介したいと思います。手のつけられない暴れ猿、中国の孫悟空。皆さんご存知西遊記のヒーロー孫悟空。ある日戦国から生まれた卵から帰った猿で、仙人に弟子入りして数々の戦術を伝授してもらい、その後は竜王たちから武器防具を入手、さらに天界からのお役目を申し付けられた際に銭湯やら金丹やらを食べちゃったので無敵になっちゃったというとんでもない出自の三蔵法師のお供です。その孫悟空のモデル、影響を与えたのではないかと言われるインドの神様がこちら、インドの神猿ハヌマーン。知っている人は知っているインドの神猿ハヌマーン様。この神様、お猿さんではありますが、強く賢く、どのような武器でも傷つかず、火にも焼かれず、風よりも早く世界を駆け、そしてほぼ不死身。父親が風神バーユであるため、ハヌマーン自身も風神と同一視されることもあるという神様のお一人。可愛く賢く、そして強い、そんなお方ですが、この方が悟空ととてもよく似ているのです。仙人の食べ物を盗み食いし、不老不死になった孫悟空。さて、悟空がとっても強くなった経緯ですが、まあもともと悟空は強かったんですが、その一つに番頭園の管理を任された時に、ここで悟空は銭湯を食べて、しかも仙人たちのご馳走を食べ、さらには太上老君の金丹まで食べちゃったから、これで後に悟空は武器では処刑できず、火でも焼けない体となりました。つまり食事がきっかけとなったのです。太陽を食べようとして死に、不死身になるハヌマーン。そしてハヌマーンにもあるお話があります。それはある日、お腹が空いたハヌマーンは太陽を果物と間違えて天に昇りました。これを何者かの狼藉と間違って、神々の王様である雷神から武器で撃たれ転落死します。ハヌマーンの父親の風神バーユはこれを悲しみ怒り、世界の風を止めたことで生きとし生ける者たちが死んでいきました。大慌てで他の神々がバーユの元に押しかけると、ハヌマーンを生き返らせろ、そして二度とこのようなことが起きないようにしろと言われ、ハヌマーンは英知と武勇と不死身のパワーを持って生き返ったというお話です。二人とも何かを食べた、食べようとしたのがきっかけなんですね。強すぎるので主役になれない孫悟空とハヌマーン。またもう一つの二人の共通点として、お供であるということが挙げられます。孫悟空は西遊記の中でも圧倒的な強さを誇りますが、あくまで三蔵法師のお供であり、ちょっと反抗的な面もありますが、それでもちゃんと各所で恩師さんを助けるヒーローですね。ハヌマーンも前述したように、そしてインドの叙情詩ラーマーヤナ本編でもとてつもない強さを誇りますが、あくまで彼は当初はスグリーバという猿の乙巫女の、そしてラーマ王子に仕える礼節を持った存在です。功績から今でも生きている孫悟空とハヌマーン。さらに言うと、二人とも最後にはその功績から永遠になります。三蔵法師のお供を見事務め上げた孫悟空はその功績から仏へと至ります。ハヌマーンもまたラーマ王子への功績から、その褒美としてラーマ王子の名前が聞こえる時にはずっと傍らにいることができるようになったという話もあり、このため叙情詩としてラーマーヤナが語り継がれている現代においても、ハヌマーンはずっと存在すると言われています。どちらもまたその功績から永遠となったと言ってもいいのではないでしょうか。三蔵法師がインドから帰った時にインド神話が中国に持ち込まれた。さて、これほど共通点がある2人ですが、そもそも三蔵法師、玄奘は実在する法師です。実在の玄奘も中国からインドへ渡り、巡礼や仏教を学んで帰国、そして法曹宗の開祖となったのです。
このことから、もともと西遊記自体がインドの物語、インド神話から影響を受けていると言われています。その上で特に愛される、しかも何でもできちゃう神様としてハヌマーンを元に、しかしドラマ性をもたらすためにちょっと性格を改変して孫悟空という存在が生まれたのではと言われているのです。ちなみに実は悟空という僧侶もいたことから、そちらのルーツも考察されています。個人的にはこれらをミックスした存在が孫悟空だと思っているのですが、皆さんはどう思いますか？三国志ライター千の一人ごと。とはいえ孫悟空は石から生まれます。もうちょっと言うと石から卵が生まれて、それが帰ったのが孫悟空です。どういうこと？これは物語の始まりとしてもかなり衝撃であり、秀逸でもありますよね。何のひねりもなく言うなら、そういう超常的な存在となるのでしょうが、このあたりはもっと考察してみたくなるポイントですね。ザブーン。